年の9月まで外国人でした。この地方参政権の問題がもう繰り返し繰り返し提出されてきました。必ず私はヒアリングとして呼ばれてきますけれども、私が答えることははっきり決まってます。外国人に有利であることを反対するのはとても不思議なことなんですけども、私も外国人として、でもこの件に対して私は反対します。なぜならば投票権っていうのは国民が持っている固有の権利であり義務であり、もしその国の投票権が欲しいというなら日本の国籍を取るべきだからですと。実は同じことをこの10年間繰り返し繰り返し言ってきた。私が外国人であった時からずっとその主張があり、そしてそれは全然変わっておりません。で、一番大切なことは何ぞや、もちろんこれは憲法の問題であると同時に具体的にいろいろな問題があるということを私は外国人として感じております。感じておりました。特別在留の方々はどんどん減っていきます。ですからこれはそんなに大きな問題じゃない。でももし一般永住権を持った人にも投票権を与えるとしたら、今後ネズミ団的に増えてくるのは中国人です。これが大問題なんですよ。皆さん考えてみたことも、まあ民主党の人たちは考えてみたこともないかもしれないけども、実は去年の12月23日天皇誕生日、ザ・ナショナルデーですよ。この日に私はある台湾の留学生と一緒にある会合に参加しました。でその台湾の留学生が言うのに、僕の教授は日本人だから今日休みがね取れてとか休みになってよかったって、国立の大学院大学の話です。少数のエリートを教育する学校でほとんどの人が外国からも来るし、日本の要するにその高級官僚を 要請するような学校で、留学生には全額奨学金が出るような大学です。で彼が言ったのが、私は日本人教授だったからもちろんその国定記念日ね、こういうあのお休みになったけども、中国人の教授のゼミは今日授業をやっております。この事実誰も知らない、小さな大学ですから。でもエリートを教育する学校、この国立の大学で教授をやって税金で給料をもらっているこの中国人教授、天皇誕生日だろうが何だろうが関係ありません、そういうような表現をしている。でそれを象徴的な出来事、ある意味ではあの人たちが何を考えているかということの代表的な行いです。でそういう人に選挙権を与えた場合に、例えばかなりの、ね、人たちが同じところに戸籍を置いた場合に、そこの地域のキャスティングボートを握るっていうことは間違いのないことなんです。こんな危険なことを、その地域によってはある意味では外国に乗っ取られるかもしれないという、ある意味では外国におもねなければ当選できないというようなことが起こるのは目に見えている。それでもこの法案を提出しようとしている政治家というのは日本の税金で養うことは許されません。私も納税者です。ずっと納税しておりましたけども、外国人であった去年の9月まで私は一切そういう要求もしないし、その要求はフェアじゃないと思っておりました。私がこの9月に日本の国籍を取ったのは、この状況の下では日本は非常に危ないことになる、虎視眈々と狙っている中国のこの覇権主義、そしてそれに対してのある意味では非常にだらしのない一部の日本人の姿勢、これをどうやってもう一度毅然とした日本人の姿勢を取り戻すことができるのか、
ささやかな私の努力、そういうことをやりたいと思います。今日これだけお集まりの皆さん、皆さんの熱意、覚悟、努力、ひしひしと感じておりますけれども、民主主義っていうのは頭数の問題です。私たちは頭数で負けております。どうすれば私たちが頭数を増やして、あの人たち引きずり下ろすことができるのかということを一人一人の方に真剣に考えてほしいと思います。発言の機会を与えてくださいましてありがとうございました。